こんばんは、野村くん一です。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は2月20日、旅券の日だそうです。1878年の2月20日に旅券という用語が初めて使用されたことにちなんで、1998年に外務省が制定したということです。旅券、パスポートですけども、もうほぼ2年触ってのもいないですね。家のどこにあるんでしょうか。いつ今のパスポートに書き換えたのか忘れましたけど、ものすごくいいペースで使ってまして、もう今って出国の時にハンコを押したりしなくてもいいんですけども、僕は押してもらってるんです。後で原稿を書いたりする時とかに、結構あのスタンプを見直したりして、ああこの時先にイギリス行ってたわとか、そういうので確認したりすることもあるんですけども、10年パスポートですが、これまた10年前に全部ページが埋まるなぁと思ってた、そんな若かった自分が懐かしいです。いつ次に使えるんでしょうか。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム冬メールさん。くんいちさん、こんばんは。くんいちさんのラジオを毎週聞くようになったのは昨年の8月からです。7月に娘が生まれ、ゆっくりテレビを見る余裕がなくなり、代わりにラジオを聞くようになりました。その時、もともとこちらの番組のファンである夫に勧められて聞き始めたのがきっかけです。娘が生まれてから産後の日立ちが悪く、コロナへの不安も相まって産後うつのような症状を患いました。そんな時、私の不安な気持ちを嫌な顔せず聞いてくれ、仕事もある中、家事と夜中のミルク、授乳を買って出てくれた夫には本当に感謝しています。おかげで今育児にもだんだんと慣れてきて、産後うつからも抜け出すことができました。夫は2月に31歳の誕生日を迎えます。日頃の感謝を込めて、また父親になって初めて迎える誕生日なので、特別なプレゼントをしたいと考えた時に、くんいちさんのラジオが浮かんできました。くんいちさんファンの夫に誕生日おめでとうの言葉をいただけないでしょうか。最高のプレゼントになると思います。リクエストは、夫が座右の銘にもしているジュニップのウォーキングライトリーをお願いします。ありがとうございます。そうですね、子供が生まれたばかりのお母さんっていうのはとにかく大変で、どんな人でもっていうか、ちょっと鬱みたいになるのはデフォルトなんじゃないのか、まあ、それが当たり前だと思うんですけども、さらにさらにコロナもありますし、こう気になったり自由がないっていうので本当に大変だと思うんですが、これから少しずつ三寒四温ってやつで暖かくなって鼻から芽が出てきたりします。それとともにですね、冬メールさんの気持ちもどんどん軽くなっていくと思うので、日々を無理せず楽しんでください。そして冬メールさんの旦那さんにおめでとうの言葉ですね。わかりました。誕生日おめでとう。野村くんいちがナビゲート、 Tutor Traveling Without Moving。今夜は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームオランジェルさん。くんいちさん、こんばんは。初めてメッセージをさせていただきます。私は埼玉県の田舎町で小さなカフェを営んでいる、いつの間にか50歳を通り過ぎた男です。50を過ぎて少しは貫禄やいぶし銀のような渋みが出るものかと童顔の私は期待しておりましたが、渋みどころか子供自体の思考性や無邪気さを再発する気配すらあります。夕食前にスナック菓子をかじってみたり、和食洋食問わず食卓の惣菜にマヨネーズをかけたり、妻は若干呆れ顔で見過ごしてくれているようですが、先日の放送でくんいちさんがマヨラーであることを知り、不思議な安堵感と密かな開き直りを感じました。リクエスト曲はトラベリングウィルバリーズのコングラチュレーションをお願いします。 PS、 マヨネーズの CM 拝聴しました。くんいちさんの語り口と映像が見事に融合し、マヨネーズワールドの新しい風を感じました。ありがとうございます。マヨネーズワールドってなんかすごい世界な聞こえがしますけども、
僕も鍵屋のふ菓子が大好きで、夕飯前というか時間を問わず気づくと一袋なくなっていたりですね。そんな感じですけども、年取って子供の頃の趣味っていうか、食べ物が何が好きとか、行動をどうするって変えなきゃいけないんですかね。変えなくてもいいですよね。なんかたまに、え、意外ですねとか言われちゃうわけですよ。事務所でふ菓子をもしゃもしゃ食べてたり、あの大きい袋のうまい棒を買ってきたりするとみんなに惹かれるんですが、結局食べてますからね、みんなものすごい勢いで。僕は食べますよ、死ぬまで。続きまして、ラジオネーム白金台のセンター長さん。くんいちさん、こんばんは。先日娘が1歳の誕生日を迎えました。私も妻も41歳にして授かった第一子で、それはそれは可愛いです。これまでの2人での長い生活から3人の生活になり、いろんなことが大きく変化した1年でした。最初こそ戸惑いもありましたが、今は少しずつ力が抜けてきて気持ちに余裕が出てきたのかと。この先父親として娘に何を教えられるのか、何を残せるのかということを考えたりします。良い教育を受けさせたいと思いもありますが、それよりも人の気持ちがわかる、人に迷惑をかけない、優しくいること、人を許せる心を持つこと、そんな人として最低限のことさえしっかりと教えることができたらそれでいいのかなと思ったりします。くんいちさんは親からの教えや言葉で心に残っていることはありますか？自分の子供に何を残したいと思っていますか？リクエストはアズワンの I love you をお願いします。ありがとうございます。そうですね、子供がいると変わりますよね。大事に取っといたふ菓子を帰ったら食べられてても怒らないとかですね、結構辛いんですよ。楽しみに帰ってきてふ菓子はふ菓子はと思うとなかったりすると、こうやり場のない怒りに拳が震えたりもしますけども、何ですかね。まあ人に迷惑をかけるなとかも言われましたけど、だってとかのにがつく言葉を絶対言うなっていうのは母親によく言われてましたけどね。だってとかなんとかなのにっていうと全部言い訳というか、建設的じゃないというか。なるほどなって思ったのは、自分の子供がそれを多用した時で、ああこういうことかって急に思い出したりするんですけども、自分の子供に何を残したいかっていうのは、生きるスキルを残したいですけどね。僕はそんなにお金もほぼ確実に残せませんし、家だなんだとかそういう資産を残せるわけでもないんですが、自分たちがいなくなった時に自分一人でちゃんと生きていける気概とスキルというか、それがあれば勝るものはないなと思ってます。続きまして、ラジオネーム池志博多さん、こんばんは。今日の午後、 Y 駅 N 口がテラスになっておりよかったです。というのも暖房も照明も何もなく、ただのテラスだったからです。以前リヨンにいた頃は厚着でブルブルしながらローヌ川沿いのテラスでワインをひたすら飲んでいました。寒かったら暖かいところに行けばいい、寒そうだからと行かない、そういうことではないんです。案の定底冷えでしたが、その時の店の人も震えていたこと、痩せ我慢しながら移動する自分たちの光景を、その N 駅のテラスにいて思い出しました。リクエスト曲は元カーカスのボーカル、ビル・スティアのバンドファイヤーバードから Through the Field をお願いします。ありがとうございます。カーカス、懐かしいですね。オレンジカウンティ出身のストーナーロックみたいなバンドだったと思いますが、まだ新しいバンドでやってるんですね。そしてこれはヨーロッパとかアメリカ、そうですね、どんなに寒くても日が出てたりすると外で楽しそうに飲んだり喋ったりしてて、辛くないのかなと思って真似したら2分ぐらいでちょっと店の中入るわってぐらい寒いっていうことがたくさんありましたけども、基礎体温が違うって言いますけど何なんでしょうね。外人が基礎体温が高いっていうので一瞬納得したんですけども、
例えばニューヨークにいて、その白人系も黒人系もアジア系もいるじゃないですか。全員等しく外にいるんですよ、薄着で。ってことは人種の違いじゃないじゃないですか。あれメンタリティなんでしょうかね。リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がトラベリングウィルバリーズでコングラチュレーションズ、2曲目がアズワンで I love you、 3曲目がファイヤーバードで Through the fields。 1曲目のトラベリングウィルバリーズっていうのはできたの80年代の終わりぐらいでしたっけね。ありえないようなスーパーバンドができたっていうニュースを洋楽雑誌とかで見まして、どんなにすごいのかと思ったら、ジョージ・ハリソンにボブ・ディランにトム・ペティ、ジェフ・リンも参加していました。興味がある人はぜひ聴いてみてください。アルバムが 2,3 枚は出てたかと思います。 Tutor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。お送りしたのは羊文学で夜を越えて、これはラジオネームルート23のリクエストでした。昨年私55歳で娘が誕生しました。ちなみに妻は33歳です。コロナ禍自宅でリモートワークをすることが多いため、日々娘の笑顔に癒され、夜泣きに耐え子育てを楽しんでいます。私は時代が昭和から平成に変わった年に渡米し、20代前半アメリカのアイオワ州にいたことがあります。当時友人からエンジンがダメになった車体に別の車のエンジンを乗せ替えたボロボロのダッジチャージャーに乗っていました。シカゴからハイウェイ90、そしてルート20を使い西に向かった小さな町でしたが、クインさんの旅の思い出話を聞いていて、行き来していた道を今度は家族で走り、また行ってみたくなりました。クインさんは旅で思い出に残っているルートがありましたら教えてください。リクエストはアメリカのルートを走るときに聴いてみたい曲をクインさんのセレクトでお願いします。ありがとうございます。ものすごくパワフルな55歳ですね。僕のニューヨークの親友も今55歳で、去年男の子が生まれて、まあ愚痴のフェイスタイムが来たり、俺のコレクションを壊したとか、彼はもう最初の息子が28ぐらいなんで知ってるわけですよ、子育てを。でも奥さんは初婚で初めての息子、その温度差がすごくあって、奥さんが初めてなんで気を使ったり、子供が何したら大変、これを食べたら体に悪いんじゃないかっていうのを、僕の友達は大丈夫大丈夫俺知ってるからって言っちゃうんですよ。それが奥さんの逆鱗に触れて喧嘩になっちゃ、僕のとこにも連絡があるんですけども、でもなんだかんだすごく楽しいし、自分の人生がこの年でまたゼロからやり直しみたいな、自分の子供の頃も思い出すし楽しいと言っていました。羨ましい限りですけどね、また赤ちゃんと遊ぶっていうのは。思い出に残ってる道って、まあいろんなところを通ったのでこれだっていうのはもはや言えないんですけども、とにかくあのハンドルを切ることが 2,3 時間なかったんじゃないかっていうような一本道を、ただ上下にゆらゆら坂を登って下ってを繰り返しながら走る、そんなドライブをしてみたいなと強く思います。そしてですね、昔アメリカに車で行ってた時に友達が奥田民生さんのイージューライダーを CD かなんかで持ってて、アメリカのそのハイウェイで聞いたんですよ。アメリカに行ったらアメリカの音楽をっていうあるじゃないですか。だけど日本の曲って結構それはそれでまた違った景色になって面白かったりするので、この羊文学の夜を越えては夜中に今の時期ぶっ放すにはですね、とてもいいドライブミュージックだと思うので、ぜひ日本の音楽をアメリカで聴いてみてください。 Tutor Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介しています。
続きまして、ラジオネームヘビーメタルドラマーさん、こんばんは。海沿いに暮らす44歳の文化芸術に関わるものです。僕は大学生になった頃から海外によく出かけては、その街のライブハウスに出かけたり、田舎の小さなレコードショップで埃をかぶった音源を漁ったりしていました。一番好きだったのはニューヨークのアザーミュージック、セレクトも好きでしたし、たまたま足を運べたインストアライブも思い出深く、お店は残念ながら閉まってしまいましたが、今でもターンテーブルのマットを愛用しています。くんいちさんはどこか好きなレコードショップはありますか？そのお店が今でもあって、いつの日か僕もお邪魔できたらなと思っています。リクエスト曲はシカゴまで追いかけて再結成ライブを見たザ・カクテルズのローロードをお願いします。ありがとうございます。アザーミュージック、懐かしいですね。これはですね、ニューヨークには双方の上にちょっと行ったところに、まあ、ブロードウェイ沿いに10丁目か11丁目ぐらいだったと思うんですけど、大きいタワーレコードがあったんですよ。2003、4年ぐらいまではあったと思いますが、何層もあるすごい大きいタワーレコードの裏の道にアザーミュージックっていうのがありまして、お店の名前の由来を聞いたら、要はタワーレコードで売ってないようなものを全部売るっていう、まあ、インディペンデントのレーベルとかちょっとマニアックな CD やレコードもありましたし、あと、あ、このバンドの T シャツがあるなんていうのも売ってたりして、僕もまだ家のどっかにアザーミュージックの T シャツも持ってると思います。いいお店だったんですけどね。ニューヨークですとまだ A1 レコーズっていうのが双方の外れにあります。まあ、ハウスとかディスコをかける DJ の友達はみんなそこに行くんですけども、ボロいお店ですけど、すごく感じのいい店で、世の中が変わりましたらぜひヘビーメタルドラマーさんも行ってみてください。続きまして、ラジオネームミニちゃんさん、野村さんはじめまして。約2年半前、夫と付き合い始めた日の江ノ島デートの帰り道、車の中でこの番組を初めて聞きました。夫は昔からこの番組のファンで、いつか好きな人と一緒に聞きたかったんだと教えてくれ、今では毎週2人で楽しみに聞いています。そんな私たちですが、3月24日に思い出の地軽井沢で結婚式を挙げる予定です。今まで支えてくれた大切な家族、親友を招く予定でしたが、年明けから猛威を振るうウイルスの感染拡大により、泣く泣く2人だけで挙式を挙げることに決めました。このような決断をしたご夫婦はたくさんいらっしゃると思います。とても寂しくはありますが、今は大切な人こそ危険な目に遭わせてはいけないと思って、日々の行動に気をつけ、一日でも早く安心して制限なく過ごせる日々が戻ってくるのを待ちたいと思います。リクエスト曲ですが、結婚式が終わった夜、二人で余韻に浸りながらリラックスして聴ける曲を野村さんから一曲プレゼントしていただけると嬉しいです。夫もとても喜ぶと思います。ありがとうございます。本当ですよね。結婚式をしたいという人たちにとって、人を呼べない大事な人こそコロナにかからせてはいけないと思ったりすると、すごい葛藤もありますし、じゃあ落ち着くまでって言っていつまで待てばいいんだっていうのもありますしね。なかなか大変だと思うんですが、リラックスして聴ける曲、何がいいかと考えまして、あんまり二人っきりでとうとうと愛を歌い上げる曲をかけてもこっぱずかしい気がしますし、何かなと思ってコーラスグループザ・タイムスが歌う So Much in Love がいいと思いました。これは僕はもともとイーグルスのベーシストティモシー・B・シュミットがカバーしたバージョンで知ったんですけども、まあすごい素敵な軽い曲で、結婚したての誓いを立てた二人が聴くに部屋の中がポッと明るくなるような、そんな曲だと思います。続きまして、ラジオネームウィルさん、こんばんは。くんいちさん、このパンデミック以前、私は何か落ち込むことがあると一人の時間を作り、心の癒しを求めて秩父などへ一人旅に行くことがありました。
それでも旅の道中に寂しさを感じたり辛い思いが癒せない時はレイチェル・プラッテンのファイトソングをひたすらリピートしていました。そんな私も今年で高校を卒業します。今は卒業旅行で星空の下のキャンプに行ける世の中になることを願っています。リクエストは私の人生に大きな影響を与えた映画ナルニア国物語の主題歌レジーナ・スペクターのザ・コールでお願いします。 PS 先日のフレンチディスパッチの前夜祭最高の体験になりました。ありがとうございます。18歳、そうね、高校を卒業する人たちは高2高3が全部コロナで行事もなければみんなで集まる思い出作りっていうのもなかなかできなかったと思うので、ちょっと本当に想像できないですけどもね、自分たちが持つことができた高校生活と比較しようとすると。ただきっと今を経験してこれからいつか世の中が自由になってもっと好きなことを制限なくできるようになった時に、その喜びを知った時っていうのは僕らが知らないぐらいの喜びを感じられると思うんですよ。だから終わらない冬はないと思ってその日をとにかく待ってくださいとしか言えないんですが、ナルニア国物語いいですね。僕は映画をちゃんと見ていないんですけども、小学校の時一番好きな本の一つで、あれって確かこう部屋の戸棚の奥に秘密の国へとつながるっていう感じで始まるじゃないですか。自分の家に誰もいない時にもしかしたら両親の部屋のクローゼットの奥に同じようなことがあるんじゃないかと確かめに行ったことが何度もあります。リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がザ・カクテルズでローロード、2曲目がザ・タイムスで So Much In Love、 3曲目がレジーナ・スペクターでザ・コール。2曲目のタイムスの So Much In Love、 歌詞がすごく可愛らしい曲なので、もし結婚式の後にですね、この歌実は何を歌ってるの、いいこと言ってるんでしょうねと思いましたら、ぜひ歌詞をネットで調べてみてください。まあ洋楽って結構そういうのがありまして、曲調がこんなだからきっと素敵な歌詞なんだろうと思ったら、ものすごく皮肉の効いた歌だったり、ラブソングだと思ったら逆の意味だったりとかですね。昔友達の結婚式でみんなでバンドを組んで演奏したことがあるんですけど、ものすごい不吉な曲をかけてくれたなと言われまして、よくよく考えたらこれはちょっと結婚式の歌詞じゃないねっていうことがありました。まあその後もその二人が仲良く一緒にいればいいんですけども、いないということでさらにその時の責任を感じています。野村君一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving、 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネーム福ちゃんさん、野村さんこんばんは。私は休日の午前中にウォーキングをしています。先日ウォーキング中に野村さんをお見かけして声をかけさせていただいたものです。野村さんは嫌な顔一つせず写真まで一緒に撮ってくれ、本当に嬉しかったです。その時今音楽何を聴いてるんですかって聞くと、野良健吾、アメリカのアーティストだよって教えてくれました。検索したのですが出てきません。野良健吾って誰、出てくるはずがないですよね。もし覚えていたらそのアーティストと曲を教えてもらえないでしょうか、聞いてみたいです。ありがとうございます。なんとなく覚えてますよ。バンド名を言った時にあーって言いながら目が泳いでたような気がします。バンド名はですね、野良健吾さんじゃなくて与良天吾です。惜しい。与良天吾はニュージャージーのホボケンという町から出てきたミュージシャンズミュージシャンってやつでしょうね。同業者とかそういう人たちからの評価は高いんですけども、日本ではまだまだ知名度が低いんですけど、いわゆる王道のアメリカロックにポストロック、シューゲーザー、時にカントリーの要素もあったり、なんて言ったらいいんでしょう。とにかく
ルックスとかそういうのじゃなくて、音楽だけで勝負している素晴らしいバンドです。多分僕が聴いてたのはこの曲だと思うので、それをかけます。ヨラテンゴで Big Day Coming。